マコノ TV。 Thank you.
いかがでしたか？頭痛にはいろんな種類がありますよね。頭痛もいろんな種類があり、時には緊急性があるため、普段から頭痛がある方はいつもの頭痛だと思いがちかもしれませんが、そこの原因をしっかりと自分で調べてみて対応していくことが大切になってきます。今回は頭痛についていろいろと調べてみて、こちらのような動画を作らせていただきました。また何かしら私がいろんなことを調べてみて皆さんに伝えていけるようなことがあれば、このように動画としてお届けしていけたらと思います。本日は頭痛についての動画でしたが、最後までご視聴のほどありがとうございました。それではまた、バイバイ。